Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV やかさあ、さあやってまいりました。4分間の最新バスリルワレビューコーナーやってまいりました。さあ今回はですね、今かつから出てますトップルアーが出ました。ブラッシュアップされたんですかね。数量限定のプレビューを実績を得て、そのフィールドバックから全てをブラッシュアップ、さらなる進化を課したオールニューメタルマウスが出ましたので購入してきました。2色ですね。トップルアーでポッパーなのかノイジーなのか、一体こいつは何なのかっていうところでね、上げてみたいと思います。4分間で伝えなきゃいけないからね、余計なネタとかね、いろいろ紹介とかねできないですよ。なんかギリギリでね、いつもね終わらすスタイル。ご堪能あれ。最新ルアーレビュースタートです。さあ今回の最新作ルアー、今かつから出ていますメタルマウス、1980円ですね。まあ2色購入してきました。まあ早速上げていきましょう。さあカラーは 3DR ケタバスと、あとはノンキーかっこナチュラル。まあノンキーといったら、ね、今かつって言ったらねブラックバスカラーなんですよね。じゃあまずこれから、はい、開けてみましたが、何やら尻尾みたいなの入ってました。はい、出ました。こちらがメタルマウスですね。メタルと言われるのは、このリップカップが、これ金属でできてます。で、スナップをつけて、どうやら、これは操るルアーらしいですね。ちょっと振ってみましょうか。音が。うん。ラトルか何かが入ってるのか、バランサーなのか、音がカタカタします。かなりアピール強そうです。で、後ろのフックは、フェザーフック。これブレーキがかかってね、こうやって、ドッグウォークなんかさせたときに、まあ、もちろんこれが生めかしく振ってアピールするのと同時に、水の抵抗を受けますんでね、こう進む距離がね、これでね、制御されて、その場で一点ネチネチとか、あとは、ただ巻きでこう生めかしく尻尾をね、っていう感じになるんでしょうか。その尻尾、一つ何かつけるようです。さあ、ノンキーカラーというのは、トーナメントなんかでね、キーパーサイズ以下のものノンキーなんて言います。だから小さなこんな感じでリアルなブラックバスカラーですね。お腹は白で、尻尾は灰色で、もう一個の 3D ケタハスがお腹は白なんですけど、このギラギラ、このフラッシングがいいっすよね。リザーバー高とかのもね、ワカサギライクでも強そうですし、まあもちろんワカサギカラーもあります。他にもいろいろね、カラーが展開されてて楽しませてくれるのはまた今かつるわ。 3D ケタハスに関しては白の尻尾です。ここに穴が開いてます。きっとここにはめていくんでしょう。伸びます。これをつけていくわけですが、どうやって入れるんだろう。こっからこういう風に入れて、ここにも穴が開いてますね。これに出すのかな。ほ、あ、はまりましたけど、え、これちょっと、これ絶対違うよね。これ絶対違うね。これは絶対違う。これは違う。引っ張ってみた。ああ、つきました、つきました。これで正しいつき方だと思います。これでいいのかな？後ろのフェザーフックは取った方がいいのかな？ちょっと待ってください。リアフックを外し、オプションのエラストマテールをテールホールに通して装着すれば、リアルマッシュレッドの柔らかな小動物アクションにチェンジ可能ですって感じです。そうですね。これをつけるときは、まあ、このフェザーフックを外して、で、小動物系アクション。に切り替えることも可能ですみたいな感じです。これは多分ね、カットしていいんだと思うんだよね。このペラペラはつけたままでも、まあ愛らしいっちゃ愛らしいけど、まあ基本はこれカットするのかつけたままなのか、それが書いてないから結構悩む。長さが7センチ、重さが 15g ということでね、全国各地にいるベイトのサイズ、そして飛ばしやすい重さって感じですね。で、このカップの名前なんですけど、バタフライマウスカップを採用だそうです。メタルマウス専用設計のカップだそうですね。で、あとはこうリアを外して、こんな感じで尻尾がつけられるよっていう感じですね。まあ、トップのね、ロットなんでね、まあいろんなね、こう考えがあるんで、まあ M ロットから、まあ、僕なんか MH とかヘビーロットでも全然トップ使えちゃう、使っちゃうかななんて感じでしょうか。まあロットとしてもまあ自分が持ってるのはレイドジャパングラディエータースカイワーカーですね。であとはまあナイロンラインとか、あとは P ラインとかなんかでもね、ショックリーダーにして、まあ、直球性もできそうだけど、まあいろんなことを、まあ、トップで、ラインも使ってみてはいいのではないでしょうかと思います。とにかくまあ飛ばしやすく汎用性も高く全国のマッチザベイトって感じなんで、面白いトップになるんじゃないかなと思いますので、いずれこれまた動画にしていきたいと思います。ということでいかがだったでしょうか。4分間の最新バスリルアーレビュー、今回は今かつから出ましたメタルマウス最新作レビューでした。